僕らが説得しても拉致が開かない。アグモン、うまく話してみてくれないか。僕にできるかな。私も手伝ってあげる。僕たちはタクマたちをさらってないし、アルケニモンの仲間でもないよ。そんな話信用できるか。アルケニモンと戦ったんだよ。え、あの悪いやつと。うん、アルケニモンは逃げたけど、アルケニモンの仲間は倒したぞ。みんなでガッツンとね。あんなに悪いやつの仲間を倒しちゃうくらい強いなんて。お前らもやっぱり悪者に違いないんだ。あ、くそ、もうこれ以上待てるか。強行突破だ。仕方ない、全員で突破しよう。どうするの。あんないっぺんに来られたら。こうなったら女王様に報告よ。逃げてった。何だったんだ。わかんないけど。いいんじゃない、結果的に戦わずに済んだわけだし。そうね、あの子たち相手に戦うのはちょっと気が引けるもの。まあな。だがほっといていいのか。あいつら女王様ってのに報告に行ったんだろ。確かに気にならないわけじゃないけど、あんな変な奴らに構ってる場合じゃねえ。とっとと中に入ってミウを探すぞ。わかった、そうしよう。中央広場とかそういう感じかな。ってことはここが敷地のど真ん中ってとこか。位置関係が分かりづらいな。地図でもあればよかったんだが。元の世界の遊園地だとさ、こういうとこでショーとかやったりすんだよな。ミノル、ショーとはなんだ。いろんなキャラクターが歌ったり踊ったりパレードしたりするんだよ。着ぐるみを着たキャラクターがわーっと出てたりとかね。へー、なんだか楽しそうね。お客さんを巻き込んでいきなり物語が始まったりすることもあるんだよな。お前たち、ここからは一歩も通さないぞなんつってさありがちだよね。それってああいう感じ。感じん、ああいうって。
お前たち今度こそここから先へは通せないぞ。覚悟しなさい。チェ、また出やがったか。さっきは慌てて逃げてったくせにな。あれは逃げたのではない、戦略的な戦略だったのだ。である。戦略的な戦略？その言い方はおかしくはないか。表現が重複しているじゃないか。修二さん、そんな真面目に。こら、動くな。妙な動きをすれば今すぐあれだぞ。あれって何？だからあれ、それだ。やっちゃうんだから。あのね、私たちはあなたたちに危害を加えるつもりはないの。そうよ、さっき遊園地の入り口でも言ったでしょ。でもここまで追いかけてきたじゃない。悪者だからしつこく来たに違いないもん。え、違うって。僕たちはただ人を探しに。だー、もう我慢ならねえ。おい、カイト。これ以上話しても時間の無駄だ。邪魔しようってんなら力ずくで蹴散らしてやる。怖くなんてないからな。いや、結構怯えてるじゃん。ちょっとかわいそうだよ。カイト、ここは落ち着いて。うるせえ、タクマを邪魔すんな。あんなちっちゃい子たち相手に戦う気？こっちに来るな。負けるつもりはないけど。散々人をおちょくりやがって。覚悟はできてんだろうな。上等だ。うだうだ言ってるくらいなら俺が相手してやる。本当にやるの？本当にやっちゃうわよ。よし、そういうことなら俺も参戦するぜ、カイト。参ったか。
また逃げてった。しかもご丁寧に捨て台詞まで吐いたな。ふっ、口ほどにもね。ミノルくん、カイトくん、なんてことするの？で、俺たち怒られてる？はあ？なんで俺らが？当たり前じゃない！あんな小さい子たちを叩いたりして、あんなのかわいそうよ。葵の言う通りだわ。いや、でも向こうからうわーって襲いかかってきたわけだし。なあ、タクマ。え？僕に振るの？というか、襲いかかってきたのも本心とは言えないかもよ。そうよね。だってきっと怖い女王様のせいだもの。なのにあんな風に。いや、それはあっちがあまりにもしつこく絡んでくるから。大丈夫だったかな。ちょっと泣きそうな顔してたよね。いくらなんでもあんなに弱っちい奴らだとは思わなかったんだよ。オリア・ファルコモンじゃなくてカイトが相手してやっただけマシじゃねえか。そういう問題じゃないわ。あんなの小さい子をいじめてるのと変わらないじゃない。悪かったって。とにかく今後はあの子たちに邪魔されても叩いたりしちゃダメよ。わかったよ。右に同じな、タクマ。だからなんで僕に振るんだよ。よし、そんじゃこの件はもういいな。そろそろミウを探しに動きて。そうよね。だけどどうやって探す？広い園内のどこにいるかもわからないのに。手分けして片っ端から当たるしかねえだろ。それはダメだ。バラバラになるのは危険すぎる。じゃあどうやって探すってんだよ。だからそれは全員で。怪しい箇所は。いやいや、修士さん、それさすがに効率悪すぎですよ。そうだよね。ただでさえ園内は広いし、建物の中も探すとなるとね。修士さん、ここはやっぱり手分けして探すことにしませんか？しかしここには正体不明の女王というやつがいるんだぞ。それはもちろん気をつけないといけないですけど。でも僕らにもアグモンたちがついてるじゃないですか。もしもの時はアグモンたちと協力して切り抜けられるって僕は信じてます。うん、僕タクマを守るよ。私だって葵を守るわ。私もよ。サキを危ない目になんて合わせないわ。俺たちは全員が同じ覚悟だ。当然だな。僕だって修士を守るよ。お前なんかに守れるわけが。修士さん、もう少しロップモンを信じてください。ハルとミユキちゃんはどうするんだ？あの二人はそれこそ危険じゃ。大丈夫。僕はお姉ちゃんがいれば大丈夫だから。お姉ちゃんも大丈夫でしょ？うん。ああ言ってるけどどうすんだ？
わかった。ただし、おのおのあまり離れすぎないように動くこと。それから、危険だと思ったら絶対に無理はしないこと。これだけは守るように。はい、もちろんです。よし、そんじゃ早速探しに行くぜ。ハル、ミユキ、二人も無理はするなよ。僕とアグモンが様子を見に行くし、何かあったらすぐ呼ぶんだ。任せて。分かった、そうするね。そうする。アグモン、僕らも行こう。
ます。